ルに着きます。どこだホテルは。これかなホテルは。発信してます。疲れました。とりあえずホテルチェックインして、今6時ちょっと前ですね。そろそろ、夜ご飯、食べに行きたいなと思います。フェニックス観光さんに、ご協力いただいて、広島東急レイホテルのシングルバリアフリールーム、取っていただきました。ちょっと見ようか。やばくない？これちゃんと引き戸でバリアフリーのトイレと風呂になってます。こんな感じでね、若干レトロっぽいけど、こんな感じでめちゃくちゃ使いやすそう。しっかりバリアフリーになってるわ。このね、車椅子の高さでハンガーラックね。かなり車椅子でも余裕で通れるスペースがあって使えそうな。一人で、はい、無事チェックインして、はい、これからどこへ。今から、原爆ドーム、平和記念公園、平和記念から原爆ドーム行ってみようか。これずっとこのホテルからまっすぐ行けば着くんだよね。うん、東急レイホテル。まあでも夕焼けがちょうどいい感じですね。ラストです。あれですよね、原爆ドーム見える。見えてる。若干遠いけど。遠いか。でもメインストリートの端から撮った感じで。ここまで若干のアップダウンはあったけど、ホテルから歩道は相当広いんでね。歩道はもうは、本当走りやすい、うん。ただここに来る橋の直前がちょっと坂がきつめだったね。うん、でもまあさっきの千光寺に比べれば。グルナビタケシお願いしたら何も見つけられません。彼はみっちゃん、みっちゃん、あ、撮ってる、お好み焼き屋さん、広島ということでお好み屋に来て、結構車椅子でも急勾配だったけど勢いつけたら自分で登れた。広島お好み焼き、何をやってるの。はい、今ご飯食べて帰ってきました。まあ、今日は朝5時から動いて、まあ、飛行機乗って広島を一日中、観光して、まあ、今9時半ぐらいですかね。疲れました。まあ、あと風呂入って、今日は寝たいと思います。おはようございます。おはようございます。2人とも2日目、今日は朝1から宮島の方に行ってどれぐらいできるかっていうのと、その後時間によって御手洗地区だかな、ちょっと移動して車椅子で行けるとこを探しながら今日も行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。遅くね、お前が遅れたのがまず悪いだろ。10分しか遅れてないよ。違う違う違う、あれが入ってなかったお前が。そのはい、おはようございます。おはようございます。2日目、
フェニックス観光会社さんにお世話になった東急レイホテルどうでした？よかったね。バリアフリールームが結構何室もあるのかな、これね、なんか大のところもバリアフリーだし、そうそうそう、回数は変わってね、多分同じ番号、部屋号数だったから、あの列はずっとそうなのかなと思ったけど、なんか大体ビジネスホテルとかあって一棟ホテルに一室ぐらいしかないイメージだったけど、どうよことだね。そうそうそうでもなんかしかもシングル系でね、いやすごい快適、大体なんかツインとか介助者込みの出来とかだったりするじゃない、ツインとかだけど、シングルでかつバリフリーでバスルームとかめちゃくちゃ楽だったよね。あれになんかもしかしたらリクエストでシャワーチェアとか置けたらもっと障害ちょっと重くても浴槽入りやすそうかなっていうイメージ。俺もね、あの普段ホテルに普通に直接やり取りするとさ、ホテルのフロントの知識のバリアフリールームの情報しかいただけないけど、今回あのフェニックス観光さんに何度もこう障害の程度とかできる動きとか必要なこととか結構深くやり取りさせてもらって、ですごい頑張って調べていただいて快適なホテルを選んでいただいたんで、なんかこう車椅子ユーザーの旅行される方も直接ね、自分でなんかなんとなくバリアフリー情報だけでホテル連絡して探すっていうのも一つですけど、こういう観光会社さんのね力を借りてやるっていうのも一つ手なんじゃないかな。情報網というかネットワークの量もやっぱり個人で探すより全然違うし、ね、この辺もぜひ、ね、ありがとうございますまたお願いします。じゃあ2日目今日はどこ行きましょう？今日は宮島ですね。まずは宮島、また僕が運転するんですね路面電車だ、すげえ。なんか初めてじゃないけど、ちんちん